来てください。こっち？こっちに来てください。はい。これ何ですか？うわ、めっちゃ締め付けられる。めっちゃ締め付けられる。10個のセンサーを体につけて設定をします。すげえ。締め付けておかないとセンサーが動くと取れないんで。はい、どうぞ。はい。オッケーオッケー、取れてる取れてる。きた。これがまあアバターで見る、宮下さんのスイングですね、うん、こちらがトラックマンカメラで見る宮下さんのスイング。ちょっとカメラで見るのとアバターで見るのが違うんですよね。カメラで見る限りそんなに動いてないように見えるんですけど、うん、アバターで見るとかなり前にこう体重がすごく前に前傾して、うん、でそれが浮き上がって打ってるんで、うん、リバース気味に上がってって反動で傾く下がる、あ、それからカメラで絶対映らない部分があって、これが腰と腕とクラブ と、胸の切り返しの順番。胸最後ってことですか？これは胸が最後に回るんですよね。それどうなんですか？まあ、できれば胸はクラブよりも先に回った方がいいよね。最後にクラブが降りてきた方がいいと思う。このデータからはもっと胸を回していいですよっていう、まあ、左の肩が被るってずっと話してたじゃないですか、はい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 、あの状態がこの状態、左の肩がなかなか回ってこないんで詰まってくるのがこの状態。本人の感じてる左の肩が閉じちゃって、はい、右にすっぽ抜けるっていう状態、はい、それを手首で返した時に左行くっていう状態が、はい、そうそう、それです。このデータからも、まあ、その状態が見える。最初のショットもやっぱり胸の回転がちょっと悪い、うん、胸の回転が悪いので最後に手首でこう、うん、そうか、腕が先に来てるから手首を走らせてインパクトを合わせてるのがこう、はい、そう、これがやりたくないんです。これを何とかしたいんです。そうですね、はい、この動き手首の回線を見たいね。腕のリストの回線 S から S っていうのはスピネーション、ピネーション、プロネーション、うん、内線、外線、内線、外線です。でこの数値がこうトップに向かって、後でグラフにしますけど、トップで46度こう回線します、はい、その手が戻ってくればいいんですけど、うん、宮下さんの場合ここで手が戻ってこない、なかなか、49、ここ50、まだ回したまんまずっと下ろしてきて、腰に来た時にようやく戻しが始まる。 S の2から始まって P の領域に来て、 P の27だから回線的には30度ぐらい腕が戻りきってないってことになります。それはよ悪いことなんですか？30度戻ってきてない分は右に引っ張開きそうなやつを体をこう回転させたり手首を走らせたりしてインパクトをしようとしてる。腕の回線が遅れるっていうのと不足してるっていうのが、これの場合は手首で合わせようとしてる。あ、これダメだ、これ一番起きるやつ。宮下さんのスイングっていうのはこう回してこう来てる、それを手首でこう合わせてるだけ。だから右にすっぽ抜けることはあります、ね、でも全然手回線しない人も珍しいね。だいたいこの辺でやばいと思って戻し始めて間に合わないんだけど、最初は体の回転をしっかりして、それから腕の回線を見た方がいいよね。トップで体が前に出ながら、トップこうならない。トップテイクバックの時に体が前に出ながら右に傾斜するんで。そうですね。はい、どうぞ。これコース中で出てた右に抜けた球ですね。これちょっと見たいですね、データ。良くなってますね、うん。今胸回しましたよね。なんか一応は意識してました、うん、だからあの腰が来て腕が来て胸が来てクラブが来てる。胸 の詰まりはなくなってる、ね、これで胸が詰まっちゃうともっと右にすっぽ抜けると思うけど、これが宮下さんのアバターを上から見た形。これでトップをつつってやっぱりちょっと右に背骨が傾いて、少し左に突っ込んであったのを見ていく。トップでもう少し右に乗った方がいいですね。この赤い線は緑の線を左に越えていかない方がいいですね。こうなるとリバースしてるんで、もっとこれが右に乗ってる方がいいですね。あの上手な選手たちのスイングを見ると、赤い線は緑の線を追い越すことはないですね。
赤い線は緑の線の左側にいますね。ビハインドザボール、ドライバーの場合はね、構えた位置よりも、構えた位置よりも右、体は右にいて、こういう状態で構えた位置よりも右にいてこう回転していくというイメージできますか。はい、全然届かなくてこうなりました。今こうなりましたよ。これで随分体は右に行くようになりました、ね。はい、そしてこの伸び上がった分だけ届かなかったんで、だからお尻を前に出して伸び上がった分だけ届かないんで、前傾がほどけてる。そうですね、お尻が前に出ましたね。ほら、うん、腰、腕、胸、最後にクラブが来るようになったんで、うん、振り方としては腕の回線のリストも見てもですね、腕振りましたね、ちゃんと。うん、この数値が順調に減っていくんで、うん、腕は順調に、まだ16度、まだ30度ぐらい振り遅れてるんで、一生懸命振り遅れをこうやって合わせると伸び上がっちゃうんで、うん、そんなことしないで、もっと手を振った方がいいですね、うん、もっと振ってもいいと思います。腕を使うなっていうアドバイスも多いんですけど、宮里さんの場合は数値上では30度ぐらい腕が戻ってないんで、もっと振ってもいいです。はい、外から入っただけじゃないですか、今の。今の一生懸命振る、悪くはなかった。まあフェースは少しかぶりましたよね、うん、外からは入ってない、入ってない。パスはインサイドから入ってる。その自分の感覚とそれズレがある。先っぽに当たったんだだけじゃないかなと思う。当たった場所だけ、当たった場所が先っぽじゃないかな。トップ寄りの上に先っぽに当たったのかもかな。見ましょう。これでもちょっと振りすぎか。17の40、15度ぐらい振りすぎです。トップからクラブをピコンって走らせすぎです、はい、そうじゃなくてクラブだけ置いといて腕を走らせる、手首でクラブをこうフィッシングしすぎです。はい、おー、スーパーショット出ました。ここまで我慢しました。ここまで、まあ、データ的には今のはさっき開いてたフェースもちゃんと戻ってるし、うん、スピン量もいいし、ダイナミックロフトも一度ちょっと立ってきたんで、さっきよりは今のいいですね。これはリストターンを見ると綺麗に回ってますね。まだ遅れてはいるんだけど、回線の遅れがないんで、ここからほとんどここから回線次第で回ってくるんだね、はい、これが一番気持ちいいかもね。あ、でも胸も回さないんだね。これ胸回さないで待ってんだね。まあ、そうこんな感じです。え、どうなんですか。いやいや、こういう感じで打つ子もいるんで、胸の回線を下して、そう、こんな感じで振りました、うん、腕の回線はほとんどないけど、そのまんま戻ってきましたね。これがうまくいくとアイアン当たらない系ですかもしれない。腰だけで合わせましたね。腕を固めてこう腰だけで今合わせた、うん、いや、どれがいいかはまたコーチと相談をして、はいはい、胸を最後回してみます。もう胸を回す、止めないで。それがコースでできるかどうか微妙なんで、こう胸、腰、腕を一緒に回すっていうのは最近の流行りの打ち方。トップから一気にこう持ってて、クラブだけ置いといて一気に、あ、じゃあ大きく振るんだ。一気にこういうふうに、こういうふうなのが PGA のツアーの選手もそういうのが多い。はい、でしょう。我慢なかったです。我慢しちゃダメですよ。回る回る、そう我慢するとどっかで我慢できなかった時曲がっちゃうから、黄色い線以外の赤と緑と青が一緒になって降りてきて、最後に黄色の点がポンと降りてくるのが多いんです。それが多いんです。なってます。だいぶ、まあ、まだちょっとクラブが早いですけど、だいぶ揃ってきてますよね。だってゴロだ。胸を止めたりはしてないんですよね。それから背骨が5000でさ、40ちょっと突っ込みましたけど、ちょっと突っ込んで手首を離したけど、まあでも本当だから離れてる。10から30、やっぱり腕の回線の遅れを手首で合わせにいってる。これから激圧コーチを習いましょうか、はい、じゃあカイトとリョウヤ君来て。全然